えー、この大学院選手の試合を見た自分の試合いの人たちはみんなですね、みんな口を揃えて、え中、相当なべっぴんさんが入ってるんじゃないか。というふうにですね、みんなこう。ふだきまさかつです。質問フォーム、今回の質問です。 船木さん、こんばんは。いつも YouTube 楽しく拝見させていただいています。早速ですが、タイガークイーン選手についてどのような印象を持たれているでしょうか新設タイガーマスクとの夢のタッグマッチも見てみたいです。よろしくお願いいたします。という質問ですね。えー、タイガークイーン選手ですね、えー。2021年の7月の29日にデビューしましたので、もう今年で3年ですね。 ちょうど記憶あります。ちょうどですね、その前の年の2020年頃の、確か秋ぐらいだったと思うんですけども、あの、女性版のタイガーマスクをデビューさせるということで、まあ今まであの、まあ、2代目、3代目、4代目、えー、5代目ですか。あの、男性版タイガーですね、まあたくさんこう、後、後に出てきたんですけども、 女性っていうところがですね、結構その斬新だなと思って、あ、これ面白い企画だな。ただ、あのー、誰がですね、中に入るのか。やっぱりその、初代タイガーマスクの、まあ、プロデュースで、そのデビューするわけなので、まあ、そ、そこには、その、あの、中身がすごく重要じゃ、重要な人が入らなければ、 ダメなんじゃないかなというふうにこう思って、えー、まあ関係者の人とこう話をしてたんですけども、いろいろ候補が上がりました。あの、まあ、自分が知っているのは2人だったんですけども、まあ、残念ながら、まあ、その2人、もしなったとしても、すごくあの、女子プロレスラーとして、あの、すごい、すごい選手なので、いいなと思ったんですけども、あの、残念ながらですね、ちょうどそのタイミングが合わず、あの、ちょうど、 その、他の団体とですね、こう、契約をしてしまうと。二人ともですね。ので、残念ながら、えぇ、ー、タイガークイーンにはなれなかったということで、まあ、あのー、中に入る人がですね、なかなか見つからないということで、企画がちょっとこう、なくなるのかなと思っていたときに、一人その候補が、あら、あら、現れましたと。 で、トレーニングを始めたというその情報は聞きました。ただその、中の選手ですね、教えてくれないかったです、その時は。誰がなるんですかいや、秘密です。秘密ですっていう。で、あの、例えば、佐山さんとジャガーさんがですね、直接その、タイガークイーンになるためのその練習を、その選手に、 教えてると。で、言われたことは何でもできる。何でもやれるっていうことで、あの、正直、ええー、まあ、タイガーマスクの、まあ、再来ですかね、ええー、押させるのはちょっと難しいのかなと思ったんですけども、言われたことは何でもできるということで、ちょっと期待をしました。で、まあ、今回は、あの、女性版なので、 ま、その、どこまでその初代の大きくができるのかとか、あの、ま、どこまでできるんだろうかな、ぐらいのその軽い気持ちでですね、その、まあ、みんな見ていたんじゃないかなと。そこまでその大きなその期待はしてなかったんじゃないかな、っていう感じだったと思います。まあ、そしてその、ま、あっという間にですね、そのデビュー戦を迎えるんですけども、びっくりしたのは、 えー、当日ですね、タイガークイーンは会場に入らない。駐車場の車の中で待っていると。そしてその時間になったら車の中からそのリングに上がる。すごいことするな。それように、えー、初代タイガーマスク講演会がですね、新しいバンをですね、購入して、あの時間になって 時間になるまではずっとその中、だその、その車で会場に来るのも、え、おそらく、そうですね。やっぱりそのファンの人とかがもうその試合会場に入った後なので、まあ5時半以降、まあそこから、クイーン選手、確かこの日はメイベントだったので、8時半以降ですね。8時半ぐらいまで、え、ずっと車の中、 に行ったんですかねもしくはその、人のいない駐車場でちょっとこう、ウォーミングアップしたりとか、まあそのぐらいしかできないと思います。で、時間になってその、リングに、コスチュームに着替えてですね、で、リングに向かうと。で、試合をして、試合が終わったらそのまんま、エレベーターに乗って、で、駐車場行って、バに乗って、こう、会場から去ると。すごい徹底した、あのー、 秘密主義ですね。あの、め、最近あんまりないぐらいですね。徹底してるなと思いました。で、あとはその試合中の声。あとはそのインタビューの声ですね。声を発してはいけない。あの、これも懐かしいなと思う。初代タイガーマスク、初めて新日本プロレスで、あの、試合をしていた頃をちょっと思い出しましたね。あの、最初、初代タイガーマスクも、 肌の色からして、東洋人っていうことで、で、スペイン語と英語を話す。日本語は話したら見たことない。で、黒猫と仲が良い。ブラックキャットさんですね、黒猫と仲が良い。そういうその情報しかその、雑誌載っていませんでしたので、なんかその、誰なんだろう。どういう人の日本人なんだろうか。中国人なんだろうか。ま、いろいろこう、想像がですね、こう、書き目す。 出された記憶あります。で、あのー、サヤさんも試合中です。あんまり声を出さない選手だったと思いますね。で、途中からその日本人宣言をして、インタビューでその生声をですね、こう聞いたときは、かっこよくてびっくりしました。そんな記憶あります。え、そしてタイガークイーン選手ですね、デビュー戦、えー、試合ですね、始まりました。タイガーステップ、OK。ローリングソバット、OK。サマーソルトキック、OK。 フライングボディアタック、OK。パイルドライバーからダイビングヘッドバット、OK ですね。しっかりとその初代ムーブをこなして、やっぱり全部できたんですね。で、相手の山下里奈選手ですね、を12分24秒、えー、タイガースプレックスでフォールですね。あの、無事、デビュー戦を勝利で <laughs> 終えたと。あの、初代タイガーマスクの引退以降ですね、 二代目タイガーマスク、ミサさんですね。三代目タイガーマスク、金本さん。で、二人とも、あの、共にですね、途中からそのマスクを脱いでます。で、未だにマスクを被って活躍をしているのは、四代目タイガーマスクセシニ新日本プロス。1995年にデビューしていますので、あの、まあ、2010年に五代目タイガーマスク、ミノアーマンが、あの、五代目タイガーマスクやってるんですけど、これは映画の中での、 タイガーマスクということで、まあ、2021年26年ぶりに誕生した、ああ、タイガーマスクという感じですね。えー、まあ、印象。あの、普通なん、普通はですねタイ、初代タイガーマスクの動きをですね、こうすると、なんかその初代と比べられてですね、あんまりこう印象が良くない。あの、まあ、ブルースリーの真似をする。 他の人みたいなですね。そんな感じにこう似てるなという感じなんですけども、なぜか、このタイガークイーン選手はこう真似にちょっと見えないですね。なんかその、むしろこう、あ、懐かしいな。まあそれぐらいその時代がこう経ったのかなという、あとはその、あの、やっぱり違う人が、あの、やってる、まあ当たり前なんですけども、その、 女性がやってるということですね、なんかその新鮮に感じます。で、正直あの、デビュー戦を見た後,後にですね、もう一回タイガー・クイーン選手の試合を見てみたいなと思いました。で、あとその、初代タイガーマスクとの違いですね、もう新鮮で、やっぱり女性版ということで、こう全身こう着てますね。で、オリジナルに見えます。で、ビジュアル見た目も、そのなんかその、 どこのコスチューム屋さんがデ,デザインしたのか、やっぱりその初代とこうガラッと変えてしまったので、あの、デビュー戦の時からなんか新しい、こう、まあ、タイガーマスクなんですけれども、新しいタイガーということでその完成されている。おそらく今までですね、みんなその、2代目、3代目、4代目、全員その、初代と同じ格好でその登場したのが誰だったかもしれないですね。 やっぱりその、二代目、三代目、四代目、こう違う形でこう変えていった方が、もしかしたらよかったかもしれないです。えー、マスクですね。タイガーマスク、基本タイガーマスクの形なんですけども、真ん中がその、もうハートになっていたりとかですね。あとはその目の縁のところがこう、まつげみたいにこうなったり。まあ、そこはやっぱり女性的なですね、感じで作られています。あとは、 タイガーマスクが似合う目ですね。あの、すごい綺麗な目をしてますね。で、このタイガークイーン選手の試合を見た自分の合いの人たちはみんなですね、みんな口を揃えて、中、相当な別品さんが入ってるんじゃないかというふうにですね、みんなこう、想像してるみたいですね。あとは体。性が高いです。あの、サヤマさんと一緒に並んでもですね、全然サヤマさんよりも、 背が高いですね。まあ、ハイヒールを引いて、履いているか,からだと思うんですけども、まあ、自分が近くにいて見て、175ぐらいはあると思いますね。で、それでいて、その筋肉がないので、こう、スラッとしてて、そのコスチュームが似合いますね。まあ、あのー、やっぱり女性版なので、まあ、当たり前なんですけども、その技、ま、技の形もですね、同じ技やるんですけども、 あの、スピードも違いますし、で、形も違いますし、なんかその、いい意味でその独自のですね、形になってるなと思いました。そして、多分、タイガークイーン選手はですね、あの、おそらく、20代とすれば、まあ、25とします。初代タイガーマスクのブームをですね、知らない世代ですね。で、今から43年前、1981年に、ブームが始まってますので、 25歳だとしても、クイーン選手は生まれてないです。で、その後まあ生まれてプロレスに興味を持って、でまあいろいろこう情報をこう得る中で、タイガーマスクという存在はですね、あの知ったと思いますね。で、初代がすごいっていうのも知ったと思います。だけど、なんで私がタイガーマスクくらいので、ね、そんな感じで、 捉えているんじゃないかなとそれ。それぐらいその世代がですね、違うと思うんですね。まあ、自分とも、おそらく半分ぐらい年違うと思うんで、まあ、遠い遠い昔の話、その伝説をもう一度やったっていう、そういう感じですかね。まあ、だとすれば、まあ、後で調べるとですね、まあ、タイガーマスクってすごいんだな、大変なんだな、 ただし、リアルタイムで知らないので、その、新しく、その自分でですね、作っていかなければならない。で、佐山さんの目もあるし、もっと怖い、えー、ジャガーさんの目もありますので、そして最近は、新馬さんの目もありますので、まあ、すごいプレッシャーですね。あの、本当に、えー、自分でですね、新しく、しっかりと、失敗しないように作っていかなければいけない。 ああ、すごいですね。あの、トラとジャガーの愛の子です。ハイブリッドですね。で、実際お会いされたと思いますかということなんです。まあ、デビュー当時はですね、本当にあの、えー、秘密、秘密、秘密が多くて、あの、正直、試合中のタイガー・クイーン選手か、しか、その会場で見れてませんでした。なんですけども、最近ですね、まあ、今年、去年ぐらいからようやくですね、 控え室に来るようになりました。ただその時ももう、かんいつもそのマスクかぶって、その、講演会の車からその、向かってきますので、あのー、素顔はですね、まだ一回も見たことないですね。で、あのー、たまにこう、通路で、こう、すれ違うことはありますけども、まあ、お互いですね、こう、軽く挨拶、会釈ですね、するぐらいで、 タイガー・クイーン選手も本当にこう、存在を消してるような感じで、いつもこう、通路、スーッとこう歩いてるんで、まあ、あの仮面かぶってれば全然存在消えないですけどね、えー、会話などされましたが、ああ、会話してないです。挨拶だけですね。絶対そのマスク脱がないので、いつ見ても、どこで会ってもタイガー・クイーンです。なんかその、あのマスクをかぶってるときは、 私はタイガークイーンなんだっていうふうにこう思いながらですね、うん、行動してるんじゃないかなと。もうすごい不思議な空気、雰囲気があります。やっぱり隠している。まあ、当たり前なんですけども、絶対に正体を明かしてはいけない。ですね。まあ上からこう言われてますんで、まあ、徹底して守らなければいけない。まあマスクマンの、これ普通、本当はマスクマンの宿命なんですけども、最近はやっぱりその、試合の時だけしかマスクかぶんないとかですね。 ま、外では脱ぐとか。あの、まあ、マスカルス以来の、なんかその、久しぶりにその謎があるマスクマン。やっぱりその、素顔が見たくなるマスクマンってすごい魅力があるなと思うんですよね。まあ、そんな、え、マスクマンが久しぶりに誕生したかなと思います。えー、マネージャーは日高育人選手ですね。えー、日高選手がいつもぴったりとですね、そばについて守っています。 親切タイガーとの夢のタッグマッチということですが、まあ、組むのはですね、OK ですね。ただ、やるのは NG ですね。最近、まあ、プロレス界結構その男女混合のですね、試合がこう増えているんですけども、まあ、やっぱり自分は、あの、女性とはですね、戦いたくないですね。あとはその、まあ、親切タイガーマスクといっても、自分がマスク被ってるだけなので、まあ、タイガー、こ コスチュームですね。コスプレしてるだけなので、まあ、あんまりその、そうですね。あの、期待はしないでほしいなと思いますね。タイガー・クイーン選手ですね。2024年、今年でもデビュー3年になります。えー、やまさん、ジャガーさん、そして新馬さんといった昭和に囲まれてですね、まあ今、こう、どん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 こう、成長して、今やストロングスタイルプロスの、えー、メインベンターの一人となりましたね。 まだ20代なので、まあ、この先10年はいけると思います。まあ、個人的にはですね、えー、スターダムのですね、シュリ選手との試合が見てみたいです。えー、タイガークイーンさん、これからも怪我に気をつけて頑張ってください。以上です。今回は、タイガークイーン選手でした。ご視聴ありがとうございました。